はい、こんにちは。今日のタイトルは、鳩山幸夫総理長、脱大日本主義、成熟の時代の国の形、冷戦後に日米安保条約、日米合同委員会は不要、自立と共生のための東アジア共同体というタイトルでお話をしたいと思っています。 今日は鳩山先生の書籍を紹介する前に私の、えー、軍事費に関する考え方を述べさせていただきたいと思います。軍事費の話をする際に私はいつも大きな疑問を感じます。GDP の1%や2%という話をしていますが前提がおかしいと思っています。政府が使えるお金は政府予算の114兆円や特別会計をめ含めた300兆円などという金額を前提すべきところなぜ政府支出に関係がない GDP という金額を分布に この点を指摘している人は私以外で聞いたことはありません過去に私は予算どころか税収のうちの何かという数字を基準にすべきではないかということも指摘したことがありましたつまり50兆円とか70兆円とかっていう税収予算全体ではなく税収 税金が取れたうちからどれだけ使えるかっていうところで軍事費を計算すべきではないかというふうに言っているわけです。それから中国、ロシアは原価レベルで物資を揃えるが日米は軍産複合体の法外な利益を上乗せして買わされるためにぼったくり金額になることもよく指摘されていると思います。予算や国民経済に占める軍事費の割合が増えれば増えるほど軍閣が構造に組み込まれることになりこれを止めることが難しくなります。そうすると米軍と同じように 定期的に戦争を起こすす。必要が出てきますそしてさらに国家予算や経済をに占める軍,、えー、軍産複合体の比率が増えるわけです。アメリカにある銃は不法侵入者に向けられるよりも家族に向けることや自殺のために使われることが多いということが分かりますが、このようなことが軍備の問題の本質を語っているようにも私には思えるわけです。よって、 抑止や防衛の枠内の自制的な規律ある軍隊という場合には、行き過ぎに思えるような、九条のようなタがをはめることは決して非論理的ではないというふうに私は思うわけです。銀河英雄伝説のヤン・ウェンリーが、軍隊は仕事として人を殺すことをしているというふうに言っています。いかに 効率よく犠牲を出すことで戦争に勝つかということを考えるのが戦争、えー、軍隊の指揮官であるということを理解しています。戦争の愚かさと命の重さを理解したこのような指揮官、人間が指揮官をすべきであり、無理やり市地に向かわせておいて名誉ある戦士だというような無責任なことを言う輩が政治や軍の中枢を進めるべきではないと私は考えています。ウクライナ軍の新兵の平均余命は3日というふうに、えー 矢野義昭元陸将はおっしゃっているわけです。安倍、麻生、岸田が進めてきた台湾有事、朝鮮半島有事による代理戦争で、日本人を、 ウクライナのように、3日で死ぬような代理戦争の死地に送り込むつもりなのかということを問うべきだと私は思っています。自公政権やそれに賛成する、えー、国民民主や維新などが推進する憲法改正というのは、このように国民を危険な有事を作り出して、3日で死ぬような戦争に送り込むことをしようとしていることだと私は考えているわけです。ここから鳩山先生の脱、えー 大日本主義のの書籍の紹介に入りたいんですが、私がこの日本国独立宣言論を書かせていただいた、うん、出,したの出版したのが1月なんですが、その前に11月ぐらいに独立言論フォーラムの、えー、勉強会に伺って、終わらない占領との決別を、えー、買わせていただきました。ここで、関東言という形で、鳩山幸夫総理が書かれていた文章を読んで、今言ったような、えー、有事に、 対すする認識も私は、えー、深めたわけですそれから、植、えー、草先生の日本の独立も読ませていただいたりしておりますが、まあ、これらの書籍の考え方と、私が感じていたことを書籍のにしたためた内容というのは非常に近しいと思っているわけです。今日は紹介する、鳩山総理の脱、大日本主義についても、私の考え方と、まあ、近しい部分が多いかなというふうに思っているので、紹介したいと思います。 ノーベル経済学賞を受賞した J.E. スティグリッツ氏は東京での講演2016年3月17日で TPP は自由貿易協定なら3ページで済む話なのに6000ページもある誰も読みこなせないオバマは21世紀のアジアの経済ルールは中国には欠かせないアメリカが書くと言ったが実際には多国籍企業のロビーストが書いているだけのことなのだと痛烈に批判していますスティグリッツ氏が言うようにグローバリズムとは 多国籍企業が他国国ででも自由にに活動できるる環境を作るために国家としての米国が後押しをするという本質を持っています。グローバリズムの担い手である多国籍企業はその本能として国民国家のさまざまな制約を排除し、規制のない普遍的な世界市場を希求します。おのずと経済外的価値や社会的安定性については考慮の 外ということになります。この論理を追求していけば、人件費も法人税も安ければ安いほどよく、環境や安全に関する規制も邪魔になるし、安価な外国人単純労働力は無制限に受け入れた方がいいし、国語教育はやめて英語を公用語にしてしまえば手っ取り早いということになります。ですから、国民国家と多国籍企業とは行動原理をことにしているということになります。というふうに書かれています。ここでは、 tpp のページは、なんか4000ページとか6000ページとか8000ページとかいろいろ言われるんですが、いずれにもしても本当は数ページでいいような協定を何千ページにもしている。これは米国の多国籍企業などが契約するときにしたためるような、そういう文書であるということ。これはもう間違いないことだと思いますし、友淵秀人博士は、 も同じよううにに、えー、企業の弁護士が書いていててるというふうに言ってます。そして、この TPP は秘密条約と言われていたので、国会議員も中身を見れないとか、そういう状態が最初にありましたと。なのに、えー、締結交渉をさせられていたと。で、国民にも全部文書を出していなかったりしたと。そして、いえーこう 訳をする時も外務省は意図的に語訳的なことをして大丈夫ですよというふうな見せ方をしたりすると、しかもこれどういう文書が書かれていたとしても、それを法廷で争う時の解釈として英語が原本になるので日本に不利な適用のされ方ばかりをするという、う リスクも指摘されていました。TPP で、えー、ついに多国籍企業が国民国家を超える権利 ISD 条項を認めるところまで来てしまいました。この条項が悪用されれば国民国家が守ってきた社会保障制度や環境安全に関する制度が、開廃の危機に瀕することになりかねません。と 鈴木伸弘先生に伺ったときには、結局各国の反対が強くて ISD 条項を入っていないんではないかというふうに聞いたんですが、まあ、いずれにしても非関税障壁をなくしていけという圧力をかけられているということにおいては、ほとんど同じ意味があるかなと思います。えー、ジョン・スティアート・ミルは大犠牲統治論の中で国民国家について、共感によって相互に結ばれた共通の統治のもとにあることを喜ぶ人々、 だと述べています。それは人類、言語、宗教、地理などの共通性を要素とするが、最も強い要素は政治的遠隔の同一性であり、共通の歴史を持ち過去の同じ出来事に関して共通の誇りと屈辱、喜びと、えー 開墾を持つもものののであるとととしていいますというこのまあ共通性のもとに国民国家が成り立っているという概念も歴史が浅いと思いますし、この共通性というものが各国の中で本当にあるのかというのも怪しいし、日本としてのまとまりも由来できているとは思うんですが、それでもまあ比較的日本は同一性が高い国だというふうには思っています。ただ、正しい歴史観をちゃんとみんなが持つつように認識しているかということは、大いに疑いがあると私も思います。自立への危機 国民国家の本能であり、それは経済活動のグローバル化がいくら進んでも失われるものではなく、むしろ強化されるものだということが、冷戦終結後30年にわたるグローバリ,グローバリズム時代を経て経験的に確認されたということです。地域統統合は国民国民家の伝統と、 調和した形で進めなければならない。それは我々が地域統合を考える上で大きな教訓と言えるでしょう。すなわち、地域統合の必要条件は、それぞれの国民国家の尊厳を尊重するという友愛精神なのです。それと同時に、国民国家の集合体としての地域統合に意味を持たせるためには、地域統合を構成する人々が何らかの共感によって結ばれていることが望まれます。ということですね。これはまあ、アジア圏というところで、アジア文化として、えー 共通感を持てばそれれが可能だと思わます AMF 構想には中国が米国金融,派遣金融派遣に挑戦してアジアインフラ投資銀行 AIIB を設立したのと同じような発想があったわけです。日本は失敗し中国は成功したということです。東アジア経済統合は急速に進んでいきました。2005年段階で の東アジア地域の域内輸出の割合が50%を超え、それは EU やナフタにも匹敵するものとなっていました。経済規模においても ASEAN プラス6は EU を超えるところまで来ていたのです。私が東アジア共同体構想を民主党政権の基本方針と掲げたのは、米国や中国の思惑で足踏みをする東アジアの地域統合を日本のリーダーシップのもとに推進したいと、えー 念願ししたた。からでした米中両国とも日本が東アジアで独自の政治主体として影響力を強めることには好意的ではありませんでした。大国国…は本能的に他国、えー 多国間主義を嫌うものなのです。米国は鳩山内閣の東アジア共同体育構想が米国を排除し中国の東アジア支配の道具になるのではないか、あるいは対米自立を施行したものではないかと懸念しました。米国の、えー、対日政策担当ジャパンハンドラーたちは、樋口レポートやアジア通貨基金の妨害に見られたように、伝統的に日本の自立志向に警戒的ですから、彼らは鳩山内閣を反米的政権とみなして露骨に妨害しました。 米国は崩れゆくパックスアメリカーナを防御する、防衛するために、中国はそれに代わる大中華圏パックスシニカ形成を夢見て、中小国家を主体とする、えー、他国間の政治的枠組みづくりを警戒したわけです。つまり東アジア共同体はその本質において、米国の主張原理主義的なグローバリズムにも中国の、えー 中中華華秩序的的なな大中華圏グローバリズムにも対抗的な意味合いを持つ地域秩序構想だと考えられました言い換えれば東アジア共同体構想は2つのグローバリズムから中小国家の国民国家的伝統を守るための構想だと言ってもいいのです東アジア共同体構想をそうした方向で現実化し発展させていくことこそ日本の使命だと考えますこれ読んでいて私が思ったのはあの今 YouTube で毛利元成の ことをを取り上げてていいるる番組を前から見ているんですけれどアマゴと大内家っていう間にあって秋の中小の国々を毛利家がこうまとめて一つのこう地域統合をしてこの大きな2つに完全に飲み込まれないようにしていたっていうのに近しいのがこの東アジア共同体的なものとの概念が似ているかなと思いました。 TPP は中国の経済的軍事的対等に対抗するために発送された、米国による米国のためのアジア太平洋新経済秩序です。ですから外務省は日本にとっての経済的社会的利益の有無に関わらず、日米同盟、堅事の堅持から当然受け入れるべきで、断る力も必要も日本にはないと受け止めていたわけです。独自の経済圏づくりを目指して、RCEP、東アジア地域包括的経済連携協定構想の推進や AIIB の設立で日米に対抗しようと、 中国はしましたと。実際 a i b では入るはずがないと信じていた G8 各国が米国を除いて次々と参加の表明をし、逆に日米の方が阻害されてしまいました。2つの出来事は日本版グローバリズム路線の挫折、新米保守の経済路線の 挫折を意味するものと言うう。べきでしょうそもそも日本にとって TPP にはそれほど経済効果はないのです。野田内閣の時に内閣府は TPP は GDP を年間で0.66%引き上げる経済効果があると発表しました。つまり1年にすれば0.06%にすぎません。もっと批判的な研究者たちは1%のマイナス成長、190万人の雇用減少につながるという試算も出されたくらいです。TPP が経済成長、 戦力だというのは幻想です。まあ、これはこの通りですね。日本の親米保守路線の挫折を意味するだけのことであり、あこれはトランプの TPP、えー、破棄宣言は日本の親米保守路線の挫折を意味するだけのことであり、経済的にも日本に不利益をもたらすものではありません。ただし、トランプ氏の言うような新たな二国間交渉となれば、かつての日米、えー、経済構造協議のような従属的な経済協定を押し付けられる恐れ、えー、なしとはなりません。 恐れもありますと。えなぜならば、日本は国会で TPP を承認してしまいましたから、どこまで解放するのか手の内を見せしてしまったことになりますと。で、ここで、えー、一つ読み忘れていたところ、えー、に戻ります。冷戦終結後の米国、特に秩父ブッシュ政権やクリントン政権前期の米国では、ソ連に代わる米国への脅威は、日本の経済力だという懸念が広がっていました。日米貿易の不均衡の背景には、日本の社会経済構造がある。 それが非関税障壁となって、米国産業の日本進出を妨げて,ている。だから日本の経済構造を変えなければならないという発想で、日米構造協議というものが始まり、その結果として、米国が毎年日本の改革すべき具体的な内容を指揮して要望する文書を突きつけるということが始まりました。それが年次改革要望書です。郵政民営化大店舗法の改正、建設基準法の改正、労働者派遣法の改正など、みんな年次改革要望書に書いてあることでした。今では中国が台米貿易 の主役になっていますがもし中国にこんなものを突きつければ内政干渉だと一蹴さ,されるでしょう、これは畑、えー、山内閣が中止するまで15年も続きました、私が退陣してからは別の形で復活していますということですね。 地域統合は間違いなくその構成国間の戦争をなくすことに資するという事実です。日本をはじめ安全保障面で米国に依存する諸国は、米国への政治的依存と中国への経済的依存の間で板挟み状態に陥っています。え徐々に衰退する米国派遣と対等する中国の間でいかにして国民国家としての自立を維持していくのかは、日本だけではなくこの地域の中小国家にとって共通の課題なのです。そして派遣交代期には国際秩序が揺らぎ、紛争が起きやすくなるのも歴史的事実です。 緊張を吸収する何らかのメカニズムが必要になるそこに地域統合の必要が生まれるのです東アジア のえ緊張緩和といいう点では安倍政権が進めている中国封じ込め政策は、かえって地域の緊張を高める具策だとえいうほかありません。大国が自ら決めた行動を他国が力で変えることは非常に難しいことです。せいぜい彼らの行動を慎重にさせられるかどうかなのです。そして彼らの行動を慎重にさせられる方法は、軍事的な抑止力を増大させることだけではありません。彼らを他国間の枠組みに参加させることには、そのために大いに効果がある方法なのです。いくつかの政治、え国際政治理論が指摘するよう ように、多国間の枠組みの中で中小国が協力すれば、大国を極端な行動を取ることを抑制することができると私は考えています。米中が本格的な戦争を起こす事態が来ることは全く考えていませんが、米中が何らかの地域的派遣闘争に巻き込まれ、思わぬ紛争 武力紛争を招いたり、国内で親米派と親中派が争うような政治的混乱に陥るようなことはありえないことではないでしょう。東洋には和をもって尊しとなす気風があり、共同体を形成するのに有,有利な風土でもあるのです。今、私は日本を大国、グレートパワーとしてではなく、中規模国、ミドルパワーとして議論を進めています。世界第3位の GDP を誇る日本を中規模国と呼ぶことには抵抗感があるからもしれません。しかし日本は米国、中国、あるいはロシアとは違います。独自の軍事行動ができす。 でできるわけではないし自国国のルールーを他国に押しし付ける力はありません。しかしそれを卑下する必要はありません独自の軍事活動やルールを他の国へ押し付けはしない方が良いのですから日本は明治以来大国タラントの国家目標を掲げて頑張ってきたのも事実です戦後は軍事大国を諦め経済大国から政治大国への弓を追ってきましたそれを大日本主義というのならそれは幻想に終わろうとしていることを自覚しなければなりません冷戦終結直後には日本の経済力は紛れもなくアジア第一人者であり 円をアジア共通通貨にして円経済圏を構想するほどの力がありました。こうした経済大国が政治大国と足らんと。えー 心を出すのは無理からぬことでした。しかし中国が経済成長を進める過程で日本の経済力は相対的に弱まり日本プラス米国の力でも大中華圏に対抗することが難しくなってきました冷戦後日本の政財界で親米保守派の進めた覇権国家米国への従属を通じて政治大国を目指すという生き方も大日本主義の一形態でしたがそれも国連常任理事国入りは中国や韓国の反対によって、えー、夢とついえ TPP では信じていた米国に裏切られあえなく挫折したといっていい いいでしょう冷静に考えてみれば、米国に依存する国が政治大国と他国から思われるはずはなかったのです。G05 のの世界の著者イアン フレーマーはトランプ米大統領の登場をパックス・アメリカーナの終焉と意味を意味すると語りました。それは日本を石棺した、石鹸した政治的、経済的なグローバリズムの時代の終わりを意味します。彼の著書の現代は Every Nation for Itself です。世界のリーダーになれる国がいなくなり、すべての国が自分の,自分のために行動する世界という意味です。 私たちが明治以来、大日本主義の夢を捨て、ミドルパワーとして生きていく決意をすることは、日本に新たな外交的地平を開くものと信じます。東アジア共同体は、脱、大日本主義の国家構想でもあるのです。ということです。今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。